皆さん、こんにちは。私は、小室市役所人権政策課の浅井と申します。外国人のための無料相談会についてお知らせします。外国人の方や外国人に関わる方のための無料相談会は、長野県多文化共生相談センターの主催で各地で開かれており、小室市では、 9月13日水曜日10時から15時に行います。場所は小諸市市民交流センター会議室3小諸市役所の隣の図書館が入った建物の2階です。外国人の方や外国人に関わる方など、どなたでも相談ができます。予約は いりりまませせんんお金はいりません英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語など17の言葉で相談できます。このほかの言葉もあります。対応できる言葉についてなど、詳しいことはお問い合わせください。通訳者が いない言葉でも当日電話で通訳します相談内容に関する秘密は守りますまた専門の人に相談できます例えばお給料を払ってもらえないお金を返せない法律で困ったことがあるなどの相談には司法書士 在留資格、入管手続きなどの相談には、行政書士、市役所などから手紙が届いたけれど、内容がわからないといった相談も受け付けします。子どもの学校のことや、毎日の生活で、今は困っていないけれど、ちょっと聞いてみたいことなども大丈夫です。また外国人を 受け入れしている企業の方なども受け入れに関するご相談ができます周りに相談会を必要としていそうな人がいたらぜひこの相談会を教えてあげてください詳しい言葉を知りたいときは長野県多文化共生相談センターまたは小室市役所人権政策課にお問い合わせください チラシを市役所などの施設に置いたり、ホームページにも情報を載せたりしていますので、見てください。以上、外国人のための無料相談会についてのお知らせでした。次に、この相談会を主催する長野県多文化共生相談センターについてご紹介します。長野県 多文化共生相談センターでは、長野県に住む外国人の皆さんなどの日常の生活で困っていることや、わからないことなど、いろいろな相談ができます。電話のほか、メール、LINE 通話、Zoom での相談もできます。詳しくは、長野県多文化共生相談センターのホームページを見てください。 次に、優しい日本語についてご紹介します。この相談会の広報やチラシは、なるべく優しい日本語を使ってお知らせをしています。優しい日本語とは、簡単な表現や文章の作りで、漢字にふりがなをつけるなどして、子供や日本語に慣れていない外国人の方にも、 分かりりややすすく、く伝わりやすくした日本語のことです。日本人の方の多くは外国人の方は日本語が分からないから話しかけることが難しいと思っているかもしれません。世界には多くの言語がありすべての方に対して母語で情報を伝えることが一番理想的ですが現実には 難しいところがあります外国人の方でも簡単な日本語であれば理解できるという方は多くいらっしゃいます。そこで優しい日本語はコミュニケーション手段として有効です。外国人には英語で話さなければならない。外国語ができないので話すことができない。 と思って話すのをやめるのではなく優しい日本語でゆっくり話してみませんか1995年の阪神淡路大震災では日本にいた多くの外国人の方も被害を受けましたその中には情報が提供された日本語も英語も十分に理解できず 必要な情報から取りり残されることがありました災害発生時に適切な行動をとれるように考え出されたのが優しい日本語の始まりです。例えば災害時の避難所はみんなが逃げる場所と言い換えます。また火災が発生しましたを火事です。 と言えば子どもにも分かりやすすくなります現在優しい日本語は災害時だけでなく日常生活でのコミュニケーション手段として行政情報や生活情報毎日のニュース発信など全国的にさまざまな分野で注目され広がっています。優しい日本語に 正解はありません。相手に合わせて工夫することが大切です。ですが、基本となる作り方はいくつかあります。その作り方をご紹介します。一つでもいいので、作り方を覚えて使ってみませんかきっと役に立つはずです。 いかかでしょうか日本人の方も外国人の方も相手が優しく理解でき伝える側も優しい気持ちを持って伝える優しく優しい日本語を使って積極的にコミュニケーションをとってみましょう冒頭でご紹介した無料相談会などもお気軽にご利用ください また、市民交流センターで、外国人の方が日本語を学ぶ日本語教室も行っています。日本語を教えるスタッフも募集していますので、教室に通いたい外国人の方も、外国人の方と学習を通して交流をしたい日本人の方も、 ご興味がありましたら市役所人権政策課にご連絡ください。